ビル・ワムズ・ガンスは1910から1920年代に活躍したメジャーリーグベースボールの野球選手。ポジションは内野手。アメリカ合衆国のオハイオ州クリーブランド出身。ウトウミギウチ。ニックネームはワンビ。1920年のワールドシリーズで史上唯一の一人トリプルプレーを完成させたことで知られている。 1914年にインディアンスに入団。同年デビューし43試合に出場する。インディアンスでは二類種、遊撃種のレギュラーとして、守備面での貢献が大きかった選手である。4年目の1917年から二類が定位置となり、以後1923年までインディアンスの正二類種として、試合に出ていた。初めて本類打を放ったのは、 デビューしてから6年目の1919 19年のことだった。ワムズガンスを有名にしたのは自身唯一の出場となった1920年のワールドシリーズにおいて無補殺未栄殺を記録したことである。同年10月10日にリーグパークで行われたワールドシリーズ第5戦の5回表の出来事だった。相手ブルックリンの攻撃は無視位置に留意。 ダッシャウィリー・ミッチェルが打った打球は二塁のワムズ・ガンスへのライナーとなった。補給したワムズ・ガンスはそのまま二塁を踏んで二塁走者のピート・キルダフをアウトにし、その後一塁から走り込んできた走者のオット・ミラーにタッチ。たった一人で三つのアウトを取ってしまった。ワムズ・ガンスはその後もリーグ最多のギ打数を二度記録するなどチームプレイに徹し、1922年には リーグ最優秀選手候補にも選ばれている。1924年に、ダンブーナと共にレッドソックスにトレードされ2年間在籍。1926年に、フィラデルフィアアスレチックスで66試合に出場した。あと、マイナーリーグのカンザスシティへ降格し、メジャーでのキャリアを終えた。1985年に、オハイオ州、レイクウッドで死去。ありがとうございます。